ひめかです。ゆらりです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画は iPhone の文字を可愛くする方法を皆さんに紹介したいと思います。結構簡単だから、本当簡単できるので参考にしてくださいね。じゃあやっていきましょう。せーの、どうぞ。で、最初この画面に映ってるのは普通の標準の形の文字ですね。普通の、はい、ここから可愛らしい文字にちょっと変えていきたいと思います、はい、説明していきます。まず設定を開いてください。一般をクリックして、地域と言語、はい、で韓国語戻るとかあるじゃないですか、スマホの画面に左上に戻るとかもう韓国語になるし、英語のスペルのアプリは大丈夫なんですけど、日本語のスペルのアプリとかは韓国語に。元々このスマホ自体に入ってたアプリは韓国語になるんですけど、後からダウンロードしたアプリとかは多分そのままの名前。そう、でも LINE とかで文字打つときは日本語に変えます。それで今変えました、韓国語に。で、どうなるのか。さあメモを開きましょう。おー、かわいい。なんかさっきよりも丸っぽくなった。ちょっと崩したってほどでもないけど、でもちょっとさっきよりは可愛くなってる、確実に。じゃあクリモモちゃんとアリアの名前も入れてみようかな。絵文字も入れてみよう。入れすぎでしょ。お母さんもグレース入れてみよう。入れてみましょう。ありがとうございます。ユニコーン好きなものとかある。どうなるの。絵文字でないの。じゃあどうしようかな。マックあった。マックあったら、じゃあマックにしよう。どうなんけど、ハートって打ったら出てくると思う。確かに打ってみましょう、可愛いマーク集めます。超簡単な、もう1回で覚えちゃった、設定、一般をクリック、地域と言語、韓国語、それだけですじゃあ皆さんちょっと参考にしてインスタとか LINE とか文字可愛くなるんでね、参考にしてくださいね、お願いします。お願いします。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。